シシャモらしいですよ。シシャモって言ってもカラフトの方だぞ。あら、シシャモっていろんな種類がいるんですか？カラフトシシャモ。全員長18センチメートル。無数の小さな鱗に覆われた体が特徴。産卵期に大きな群れを作り、沿岸で産卵する。産卵後は多くの個体が死亡し、砂浜に大量に打ち上げられる。食用として捕獲されており、特に日本へ多く輸出されている。日本でいうシシャモは、世界でも北海道の太平洋沿岸の一部でしか取れず、漁獲時期も10月から11月と短いんだぜ。あら、そうなんですね。うまうまと食べてましたけど。もしかしたらそいつはこのカラフトシシャモかもな。まあこっちの方が安いし、別にまずいわけでもないからお前は気にしなくていいぞ。安くて美味しいカラフトシシャモ、今晩のおかずにいかがでしょうか。